構綺麗ですね。ねえ、すごい。めちゃめちゃなんかかっこいい感じのスタイリッシュな空間。広々としてます。ちゃぶ台バージョン。奥がまたライティングが超綺麗。ね。みるみるランド。はい、ホワイトハウスさんの方にやってきました。はい、ホワイトハウスさんのブースも大きいです。ハイエースが並んでます。はい。コンパス努力。いやシックですね。もうグレーで統一感あります。こんにちは。はい、こちらハイエーススーパーロングのベース車両です。約600万87万円です。すごい上質な空間になってますね。ニューアライバル。ニューアライバル。すごい、なんか結構人が続々とね。コミコミで人気のあるブースですね。こちらすごいハイルーフです。コンパスグランド。コンパスグランドハイルーフ。約700万円。6人乗りの5人収集ができるタイプです。こっちも注目度高いですね。ベヌバーン。ポップアップ。N バーベースのお車です。黄色とこちらの、ね、内装が合ってます。そしてオーニングも出ててサイドテントみたいな感じになってるね。ですね。あと中も結構ここら辺に収納があるじゃん。ステーカー貼ったりさ、また面白いですね。はい、RV トラストさんの方にやってきました。CLH ホテルのようなラグジュアリーな空間。これめっちゃ人気だよ。これ人気ありますよね。あ、すごい。しかも即納最短1ヶ月になってますよ。ご制約済みになってますね。すごいな、さすが。さすが。これ結構私たちのチャンネルでも見られてるシャツで、そうね、そう注目度高いんですよね。でお隣はこちらオートショップ東さん。東さんのコーナーですね。ラクーンとか置いてあります。こちらラクーン2。はい、ここからまたね会場の音が入ってしまって著作権が入ってしまったので音声別録ですけど、こちらオートショップ東さんのラクーン2タイプ D です。K なんですけども、後ろのキャブのスペースがね大きいので普通車扱いになると。大卒のハイゼット T がベース車両で、349万円。5人乗りの2人就寝、子供の2人就寝に、あのシートを全部引いちゃって、はい、それで広々としてますね。はい、リンエプロダクトさんの方にやってきました。はい、リエさんのコーナーです。噛んだ噛んだ。もうね、ここもすごい人です。一人用車マイクロバカンチェス軽キャン。ライト SNV200 選択可能です。ちなみにこれは軽キャンですよ。はい、フルフラットで1人で寝れます。もうね、1人の快適空間を追求したって形ですね。リーフさんのここにね、リーフさんのロゴ入ってます。あ、値段も252万円ということでね、スタートしやすいかと思います。はい、2人乗車ですね。リッツです。あ、2段目とすごいですね。これ大人数で寝れそうな感じですが、あ、でもね、3人就寝だよね。これは9人乗りの3人就寝ってことなんですよ。でもね、9人乗りするんですよ、ね、子供がいっぱいいる家でね、みんなで移動ができるタイプです。
はい、こちらはモモ。モモは4人乗車の2人就寝ですね。300万円ですね。コンパクトパカンチです。ライトエースの別車両になってます。はい、優しい色合いですね。緑が入ってます。ビークルさんの方にやってみましょう。はい、ビークルさんのバスです。ね、サイズいっぱい置いてあります。タイプ S って書いてあります。481万円、6人乗りの3名就寝です。うん、そこの明かりすっごい綺麗ですね。ね、すごい、めちゃめちゃなんかかっこいい感じのスタイリッシュな広々としてます。ちゃぶ台バージョン、奥がまたライティングが超綺麗ね。で、何気に、ね、ここにこの正面にですね、鏡があるんですね。これもね、姿見になるのでちょっといいなって思います。はい、で、くるりと振り返って、こちらフィーチャーですね。フィーチャー、はい、9人乗りの大人3人、子供2人です。値段が488万円。展開はこちらリビングスタイルになっております。あそこ面白いですね。上の方がこう丸くカーブしてますね。ね、カーブしてますね。で、後ろが2段目と、うん、ここにお子さんが入れるのかな。2段ベッド、クロス、クロス、クロスワイドですね。乗車定員が7名で、就寝定員は大人3名プラス子供3名ですね。お値段が501万円です。明るい室内、明るいですね。で、ちょっと黄色っぽいこう暖色系なので優しい雰囲気になってますが、この色がね、ホイットなのか黒っていうか、すごく締まる感じがします。あとこの赤がちょっと珍しいかなっていうと、キャラバンのスーパーラング特装車が接車になってます。すごいいいですよね。キッチンとかめっちゃ使いやすいですよ、ね。はい、ミスティックさんの方にやってきました。ミスティックさんのところも、ね、すごい人なんですよ。めちゃくちゃ注目度が。めちゃ注目度高いですね。ポップアップしてますね。ミニポップ、ミニポップ B ですね。ハイゼットベースで341万円です。乗車の4人就寝です。こちらはね、初めて見るんですけど、こちらが今回の目玉、はい、トレーラー初めてですね。クコ、レジストロクコ。はい、カーインテリア高橋さんからやってきました。はい、黄色です。リラックスワゴン、こちらね、リラックスワゴンのタイプ数ですね。489万円ベッド展開されてます。そうですね、選べるのがいいですよね。カーインテリアの高橋さんはね、いろんなタイプ選べますよというのがすごく売りの買い方です。で、これをインフィニティはい、こういう感じの空間になってます。リラックスできる後ろにね、結構なんだろう、シンクとかそういうものが集合して入ってる形ですね。477万円で6人乗車の2人就寝です。はい、キャンピングカー広島さんの方にやってきました。はい、キャンピングカー広島さんのブースです。
リビング空間の広さってより404じゃ4万円。なるほど。マリスでもマリスかな。でもポップアップしてますね。こっちいい。いい。成田のポップコンです。いいの室内はいい。いい。こちらはレンズジャンパーということでゆったりのんびり下り旅、こちらまでポップアップする形になってます。はい、10リットルのタンク入ってますね。あ、そうそう、ピコはね、このグッズがすごい好きなんですよ。お湯がね、明るく高くなってます。はい、RV グランモービルさんのところにやってみましょう。はい、花火の街。なんかすごい広々してますね。隠れてるのでお待ちください。ゆっくりどうぞ。ありがとうございます。ゆったりした感じ。ゆったりしてますね。後ろはね、こんな感じですよね。はい、トイファクトリーさんの方にやってきました。コルドバ。トイファクトリーさんのここ出てるのが、ね、結構サイドが出てます。そしてあ、なんかこれ下、珍しくないですか。引き出しかな。上の。でここが引き出せる。おお。うわ、すごい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 。ここまで。めっちゃ出るね。めっちゃ出ますね。そしてこちらトレーラーフェンドキャラバンズ。こちらフェンドキャラバンズです。トレーラー3人就寝モデルですね。こちらドイツから来てます。478万円ということで、こんな感じの室内広々としています。家具もすごいね、上質な感じの内装インテリアになってます。なんかね、トイファクトリーさんでオリジナルで足回り強化したということなんで、うん、なんかこの辺がね、乗り心地が良くなってるらしいです。そう、比べるとね、よく分かるっておっしゃってました。後ろなんか鏡がある。あ、あれは室外機ですね。あー、室外機ね。うん、あの緑のところとかも、あ、多分この辺だね。そうですね、この辺のパーツがです、ね、緑のところ乗り心地がだいぶ改善されたそうです。あ、確かに鏡に映ってるのも緑のところありますね。ああいうところが、はあはあはあ、強化されている部分だと思います。もう一つね、あの内装もだいぶ力を入れているということで、はい、もうね、日本の技術にこだわったっていうところでね、見ていきたいと思います。はい、はい、こちらのね、緑のこちらのガラスなんですけども、これね、日本の美紙織りというところでね、やってる本当に日本の伝統の織り方でやってる高級感のある素材になってます。一番いい。すごくね、お家の中を連想させるね、スタイルにしているということですね。どこにいるんだ。
あのタイルとかもね、この車魅力がある、焼き物でね、きちんと、はい、焼きらっしゃるということで、そしてね、このこれちょっと見えないんですけど、はい、床がね、ヒノキの特別な材を使っているということでした。ここもね、反りが出ないような特殊な加工はなかってるそうです。はい、トイファクトリーさん、グラン S ニューコンセプトということで、グラン S のポップアップ、グラン S こうなるのか、グラン S そのものがすごく大きいので、このポップアップね、すごく大きく感じます。すごい大きいね、かなり高級感のあるスタイルですね。やっぱりちょっとフェースが違うから、ハイエースとはね、ハイエースとはまた全然違う、中は3列シートになってます。ちょっと今ね、暗くてよくは見えてないんですけど、3列シートになってます。バジャーバジャー、存在感があります。ジャパンとアーバンリサーチで大学を受けた時の方をコラボキャンペーンを実施しております。